分で学べるコード進行セカンドリーダミナントのサンドセブンスから淀始まりのサビへつなぐ J-POP 定番のコード進行編。こんにちは。今回は J-POP ならではの定番コードをご紹介。少し哀愁も帯びた雰囲気を混ぜるのは J-POP っぽさの一つかなと思うのですが、雰囲気を出すのに欠かせないコードとその裏切りパターンをご紹介します。まずはサンプルをお聴きください。このようにサンドセブンスから6度の流れは J-POP では多用されております。いわゆるセカンダリードミナントという技法で、回りくどく言うと他のモードのドミナントからトニックの動きを借りてくるという方法ですが、もう少し簡単にお伝えしましょう。ゴール地点のコードに対してヨド条項で向かうドミナントコードを配置するというのがセカンダリードミナント。その中でサンドセブンスから6度はマイナーキーのムーブなので、哀愁を帯びる感じが J-POP っぽさを出してくれます。ただ今回のポイントはこのセカンダリードミナントの裏切り。続いてこちらのサンプルをお聴きください。このようにサンドセブンスからヨド始まりの進行へとつなぐのが技の一つ、セカンダリードミナントの裏切りとでも名付けましょうか。こちらは例えばザードさんの負けないでなどにも出てくる定番の流れ。そう、裏切りなんですけど J-POP 界では定番なんですよね。セカンダリードミナントを使うときはヨド条項が基本ではありますが、ルールに縛られすぎず時には裏切りの展開を用いることも大切。もちろん裏切りではありますが、トライトーン解決に必要な音は出揃うなど理にかなってはいるんですよね。リスナーをハッとさせるためにはいろいろ実験しつつ確信を持ったコードを配置してみるのが裏切りのコツ。今回は定番になっていますが、既存の技から少しアレンジして自分ならではの進行を見つけてみてはいかがでしょうか。それでは実際のアレンジもお聞きいただきながら今回の進行が楽曲に与える効果を見ていきましょう。このようにサビ直前でこの技を使うのがお気に入り。というのもマイナー感を煽るドミナントで暗い曲調を前面に出しつつ、ヨド始まりの派手さも両立できるからです。いつもよくお伝えすることなのですが、コードが持つ要素の掛け合わせが大切。それぞれのコードの役割を意識しながら音を組んでいきましょう。今回の楽曲は最新作雫の落とし物未収録好評通販中ですので、ぜひ概要欄のリンクからゲットしていただけたら嬉しいです。雨に